どうもエルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。さあサブもさっさと出ようという感じだったんでスタートしますか。いやー今ちょっとずつ、運んでるっていう感じですね。お願いされては運んでの繰り返しですね今のところ。車庫に出してで、かつ受注もしましょう。結構というか結局ねメインがね戻らないといけないのか。いや違う、新しく行くのか。あどう見てもバイクじゃきつそうな感じはするな。45分以内はあ。そうか45分以内か。はしごは持っていく。ロフパイルはあったね。これで言ってバイクはちょっと乗り捨ててもいいようにしときますか。依頼が受注されました。目標時間があると。行けるところまで行って時間が設定されました。さあ行くぞ。さあブラジャイル。おいおい。自分ではジャンピンって言っているけど本当は腕のいい修理屋だった。依頼されれば無線端末からノットシティのインフラまで何でも直してくれた。へえ。私は話してくれた。でもサウスノットの近くでテロが起きて彼は変わった。私たちへの疑惑と不信のせいね。まあいろいろとテロの影響が大きいっていう感じだね。橋作りてえなあここね。このままちょっとぐるーっていって、いやここはまだ無理だな。なんか特殊調合金は結構落ちてる感じだね。とりあえずここを崖をしっかり渡ってそっからだな、ルート変えるの。うわこのまま突っ切るだけ。さあウィリーもしっかり使ってジャンプとかしないとね。
程度この調子でいけば、つくかな。すげえな。近すぎるとダメ。もうちょい。まあミュールがいてその時間との問題だったんだろうね。めっちゃそこで落ちてるけど、フルモがいっぱいある。何があった、ここ。ああ劣化がすごいね。さて、カイラルハイキュース。あ、クレーターに投げると感謝されるんだ。へえ。まあそれはさておき、とりあえず預けて。ってことはリサイクルとかそういうふうには使えない感じかな。ちょっと今までと違う感じだね。彼女はもういない。テロのせいで死んでしまったんだ。テロリストと組んだフラジャイルエクスプレスと奴らのことを刺激したブリッジズのせいだ。ガラクタの納品ご苦労様。意外に早かった。仕事だからな。まあ当然か。意外とってかめちゃくちゃ早かったと思うよ。いやー結構破損はやばいけどね。まあ変数でしょう。配達人はみんなテロリストと手を組んでるんだろう。噂だと言われても信じられない。キューピッドなんて受け入れられない。まあそうだよね。サム、彼があれほど頑なになっている原因だが、どうやらあのホログラムの女性に関係しているようだ。彼女はテロで死んだと言っていたろう。サウスノットシティの死亡記録を調べてみたんだが、彼女に該当する人物はいなかった。ほう。彼女のことをフラジャイルが調べてくれた。サム、あのホログラムの女性だけど、フラジャイルエクスプレスの顧客名簿を調べてみた。画像と音声がほぼ一致する。プレッパーズの女性が確認できた。へえ。生きているんだ。きっと彼の誤解だと思う。だけど事情は込み入っているみたい。ちょっと待って、彼から新しい依頼が入ったわ。まだ私たちを試すつもりなのかも。サム、配送端末で依頼を確認して。お疲れ様でした。新しい依頼が。依頼ね。遠い。中古部品を。取ってこいと。
160kg の回収、回収はいいんだけど廃墟地帯か。ここは何だ？まあ合ってるかどうかわからないがやってみるか。まあ試されて気持ちのいい人間はいないけどね。まあとりあえず廃棄物取ってきてっていう感じだね。ここが気になるんだよね。危ない。ミュールがいると。適当にしたらなんかうまいこと書き消したみたいだね。さあ、カエラル結晶は取れるだけ取っておきたい。でもう一度バイクに乗ると。うわー、なんか出そう。で、この辺りは落としていこう。ちょっと湖があれかなっていうのはあるんだけど、嫌な予感がするんで、グレネードを準備と。ジャンク品はもうすぐそこにあるね。まあやっぱ出てくるよね。さあ、サウスノットシティと。
その上にあるか。いやー、これはどうやって上に登るかだな。そこにあるが、ぐるっと回って戻ってくる感じが一番いいかな。1、2、壁の裏か。さあ、これが。多いね。まあ合計で110キロあるみたいだね。そして帰る。そっちにも、あ、下にもあるね。下にもあるか。上？あれは金属か。お、後ろ、まだ大丈夫。今何どれぐらいだ。あー、リペア持ってきてね。まあ仕方ない。
さあ、ジャンク品をあとちょい集めないといけないんだけど、これで60以上回収はできた。これはちょっと避難しながらだね。奥か。いやー、これ劣化も するだろうからね。さあ、全部いけんじゃねえかという期待もしつつ、あれが30か、あれが大台か。ただあの30がどこにある？さあさあ、奥奥。近いですな。回転した時が脱出するだけ。で、こっから脱出するにはぐるって回る感じか。あっちだね。あの大量の荷物がある方向に頑張っていけば。
正面にいるか。怖い。めっちゃ近くいるじゃん。でも多分この辺りならもう大丈夫だろう。いやー、時雨の中でこの重さはなかなかやね。さあバックします。さあバックします。はい、オッケー。よし、これでここに戻るだけだね。このままとりあえずまっすぐ行けばマーカー通りの道には着きそうだね。よしよし。いやー、タールはちょっと大変だったな。まあでも今回 BT には見つからず進めたのは非常にいいね。あれ、おかしさに引くか。お、カイラルー。危ない。こける前に乗ってしまえばねっていうね。さあこれで着くぞ。しかもめっちゃ見える、来るね。これでどうだ。まあキロ数は OK なはず。またこのムービーか。で、これは何を見せられてるんだ。今回は以前より長めだね。もちろん。しかもこんな大荷物をフラジャイルエクスプレスの連中とは違うってことか。あんたが例の伝説の配達人ってやつか。なるほどな。
さあこれで劣化はなしか、ケースの劣化はあったけどっていう感じだね。さあもちろんエースだよね、これに関しては。トランスポーター9、サービスが40でいいねがもらえるようになったってことか。多くね、知ってるか、フラジャイルがあいつらと手を組むからこんなことになった。ブリッジズもだ、あんたたちが再建を始めたからテロも活発になった。それがなければ彼女も死なずに済んだ。サウスノットの近くでテロに巻き込まれたんだ。自分のしたことも認めないのか。さあ別依頼が来る感じかな。彼女は生きている、その南東にあるシェルターにいるはずよ。私に任せて。彼はきっと外には出てこないでしょう。私が無線で話してみる。疑われているのはフラジャイルエクスプレスだから。南東ね。信じられるか。もし話が本当なら、一つあんたに頼みたい。彼女に渡したいものがあるんだ。おう。彼女が受け取ったらここに連れてきてくれ。依頼を受けた時楽に安全に移動できる装備をやろう。ガラクタを集めて修復した。マジか。あんたのために渡すんじゃない、あくまでも大事な荷物を確実に運ぶためだ。彼女が生きているなら頼んだものを届けて彼女を連れてきてくれ。そうしたら通信をつなぐ。そうなると外にあったものからすると車じゃないか。あ、でもまだあれか、特にはって感じか。めっちゃ距離あるな。さあ受注しましょうか。これは何だ。砂時計は相当に壊れやすい代物のようだ。壊れやすいは必ず手で持って運ぶんだ。手か、マジか。スピードスケルトン、移動速度を上げてくれるタイプのアクティブスケルトンよ。あなたの筋力をサポートしてくれるの。ブーストすればさらに速度が上がるけど、バッテリーを消費するから注意してね。あのガラクタの山からそんなものを作り出すなんて、埋もれさせておくのはもったいないわね。はあ、装着しますか。これは持っておかないといけない。血液僕も使用済みと。スケルトン手に入ったのはいいんだけど、パワースケルトン外したらもう終わりか。依頼が受注されました。そういうことだよね。そうですか、それはそれで大量に持てないのは困ったな。さ、2に変えて、これも次は処分だね。さあこっから下だね。めっちゃ雨降るやん。マジか。
っちの方向か。早い。でもバランスは崩しやすい感じか、やっぱ場所によってね。あー、時雨も降ってるからな。さあ、これはもう無理ができない状況だね。いや、これなかなかきついミッションだね。しかもあそこは登れないとなるとこっちか。置いて左で持ってってなると多分こう持てるね。後ろだね。よし。方向が変わった。次右か。後ろか。これで一旦遠ざけた。いくらスピード系だからといって無理していくのもね。後ろ、左の位置確認したい。結構近かったな。めっちゃ近いとこいる。そう。ちょっと落ち着いたかな。ちょっと待った。すっごい方向来てるね。だいぶ安全圏来たかな。よし、オッケー。いやー、よかった。
いやーだいぶ、いやそっちじゃないね、そっちは海岸に行くね。よし、危ない。それはいかん、振っちゃいかん。これ危ない危ない危ない。まあバランスはちょっとしっかり取らないといけない感じではあるのか。あっちすごいね。この辺りが見えてたのか。危ない危ない。さあ無事着いた。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。さあこれでどうだ。納品。カイラル砂時計を納品。ああ粒子のやつか。届け物やね。まさかこれにもう一度巡り会えるなんて。よく見せてください。おお、じゃああれはすごいですね。荷物に傷一つ。少し前か。本当にありがとうございます。とか時計の影響で年齢が重なったってことか。いやマジや、途中危なかったけどね。お、トランスポーター、安全性は上がったね。気絶再生が上がると。やっとそのカイラル通信がつながるのね。嬉しいわ。喜んで加盟します。さあこれで向こうともつながってという感じになるのかな。いやー荷物の劣化気になるなー。あ、まだ下あるんだ。はあ。チャージ式対 BT ハンドガン。おお、新しいの手に入ったね。あれ？さあお願い、私を彼のところへ連れて行って。本人だったか。これは私が作ってあの人に送ったの。あのテロの後、母と私はこの場所に命がけで逃げてきたの。ああ。お母さんだったわけか。なんとか連絡を取ろうとしたけど、彼は
それ以来見つからなかった。いえ、そうじゃないの。母はあの人のことをあまりよく思っていなくて、だから私と彼の間を裂こうと。ああ、それで死んだままにしておいたってことか。母はあの人が死んだと私に嘘を。だけどあの人からメッセージが、彼だった。生きていたの。諦めてはいけなかった。心の中では彼が生きていると分かっていたのかも。でも母を一人にはできない。だから彼の死を受け入れるしかないって。凍りついてずっと止まっていたのはこの砂時計じゃない、私の方なの。私を連れて行って彼のところに。お願いします。あなたが迎えに来るのをずっと待っています。さあ、初めてシェルターが開いたね。さあ、荷物を渡して、リサイクルできるものはしておいて、これでちょっと身軽になるから、これは何だ。それはあなたの血液を弾丸として打ち出すハンドガン。マジか、やっとか。対して効果が得られるはず。射出するとき、あなたの体内か血液袋から血液を充填するの。はいはいはい。トリガーを引いている間、あなたの血液を充填する。充填する血液量が多いほど BT に与える効果も大きいはずよ。でも気をつけて、無理をしないでね。血液か。とりあえず1個持っておいて、スプレーも1つ。で、気になったのは、これはいいとして、ありがとうございました。OK。で、血液も、1リットル分はあると。で、問題は連れていく方法なんだけど、
まあ、これは受けるとして、で気になったのは連れていくっていうのがどういうことだ。生きている人の配送、あれか、最初の死体運びした時みたいな感じか。サム、今回運ぶのは生きた人間だ。当然だが、落下や転倒などで強い衝撃を与えると依頼人を傷つける恐れがある。ケースなし。最新の注意を払って送り届けるんだ。ああ、もう背負うしかないという感じか。となるとフローターは、マジか、マジか、人を運ぶことになるとは。オッケー。で、パワースケルトンを背中に置いてたわけか。さあ、初の人を運ぶ依頼か。なんかパッと見本田翼っぽく見えるんだけどね。三浦大知とかあっちとかと一緒かもしれないね。この砂時計は私が壊れないように持ってるわ。さあ、ここに来て人を運ぶことになるとは。依頼が受注されました。で、これをフローターをつないで、うわー、すげえなー。これでも顔にかかんない？スピードはないけど、これで、だいぶマシにはなるはず。フローターに荷物が乗っていないときは自分で乗って移動する人もいるみたい。おう。ねえ、サムはできるかしら。それはやりたいが、ちょっと放っておこう。カール出てきた。まだ見える。あ、これ？あ、やっぱタールの沼なんだ。タールを手出して、何やってる？落としたものは帰ってこない。同じものなんだって。じゃあそこに運べばよかったんだね。カイラル物質を除染するときにできたゴミがここに捨てられる。焼くのが間に合わなかった。人の遺体の
てもらえる。はあ。ジャンク品にやたらの荷物が落ちてるのはそういうことか。でもどうやってするんだろうね。沼の近く行けば捨てるみたいなのが出るのかな。ただ問題は、だよね、やっぱいるよね。ああ、なるほど。ああ、パワースケルトンがちょっと充電がやばいね。これが危ないときは次スピードスケルトンに変えてっていう感じにしますか。さあ、あそこまでもうちょい。結晶をね、しっかり取りつつね。さあ、もう少しだ。バッテリーが切れてしまったが、大丈夫。
まあ耐荷重は増えたけど、まあ、靴の安全性はあるから大丈夫だ。よし、気持ちいい。でもやっぱこうダッシュができない感じはなんともだね。さあ着いた。そうだね。さあ依頼の品を納品しますか。君がくれたこの砂時計、あの時のテロで止まってしまった。これを直したらまた時間が進み出す。そうすれば君を忘れてしまうかも。それが怖かった。聞いて、私からのお願いがあるの。二人で止まってた時間をまた進めるべきよ。分かった。あなたはジャンク屋なんかじゃない。壊れたものを直す修理屋でしょ。私はあなたのそばで壊れたものをつないでまた新しい作品を作る。だからこんなものはもういらない。なんちゅうことを。私があなたの時間を刻む。一生懸命運んだのに。マジか。私たちの未来を作りましょう。私と結婚してくれるわね。結婚。ああ誓うよ。それともう一つ。何？母のことを許してあげて。母を説得してね。ちゃんと了解もらって私をくださいって。あんな親だけど一人では放っておけない。わかった。僕は修理屋だからな。さあ無事届きましたね。傷一つなく。これ傷つけたらやばいもんな。さあ安全性は上がるよね。すまない、僕が身勝手だった。フラジャイルにもひどい態度を取った。
彼女との思い出を一からやり直す。あんたたちのように大きなことはできないけれど、みんなのためになるなら。だから壊れたものを修理する。有志家再建のために。彼女と新しい時間を進めるために。カイラル通信をつないでくれ。UCA に加盟する。あなたのことは忘れない。ありがとう。いいね。指輪だってもうそのままなんだね。まあね、触るのがダメなだけだからね。いやー、いい話だったね。まあこの時代だとなおさらっていう感じか。で下は繋がってきたね。ジャンク屋が鏡。いデンジスタンボーン。ほう。サム、その一帯のカイラル通信は繋がった。ということは？サウスノットへつなぐためにレイクノットから支援物資を配送する。うん？わざわざ運ぶのか。つないでからカイラルプリンターで何でも作ればいい。何でもというわけにはいかない。分かってるだろう。食料品、医療品、生き物、それから BT への効果が証明された君の血液。カイラル通信では送れないものばかりだが、彼らにとっては欠かせない。サウスノットシティはテロで疲弊している。さあサウスノットに向かう感じか。ほとんど足りていないんだ。レイクノットで依頼を受けてくれ。ところでサム、配送の帰り道では手ぶらになることもあるだろうが、戻るだけではもったいない。運べてか。荷物を運んだ方が効率がいいだろう。まあそうだね。うん、ジャンク屋から早速依頼が来ている。カイラルアーティストと共に君に頼みたいことがあるそうだ。これは我々にとっても有益な依頼のようだ。その配送端末で見てくれ。了解。サム、注意して。サウスノットの北の方でカイラル濃度が異常値を示している。数値通りなら現地は豪雨のはず。まるで嵐が接近しているみたいなの。こんなの今までに見たことがない。ほう。ことだけど異常を発見できない。私のラボから近いけど、子供がいるから外には出られないの。今のところ実害は発生していないみたい。まずは原因を調べてみる。何か分かったら知らせるわ。豪雨ね。さあ、ブレッパーズにと。で、一旦、フローターを一回回収して、まあ変えられば1180まだあるからね。チップを渡しておく。ありがとうサム、嬉しいわ。だけで、ね、何が出るかな。ご提供いただきありがとう。あとはリサイクルするものは特にはないか。
武器作成でこれだよね。それは投げて使うことで相手を気絶させる武器よ。装備して投げると何かに当たった時に放電するの。そうするとその周りにいる生き物は気絶状態になる。人には効果があるけど BT には効果がないわよ。ってことはミュールだね。これは何キロぐらいだ？これは運んで OK そうだから運んで、結構縦に長いな。これもか。フローター使ってしまった方が良さそうだね。あー、リバース。やばいな、だいぶ破損してるな。そうなってくると、まだいけそうだね。気になったのはこれ、つないで、あ、やっぱ乗車はできないか。さすがにそれはダメか。はいはい、という感じで今回ここで切り替えるのでここまでにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあいい話だったね今回はね。ということでまた次回お会いしたいと思います。ほんじゃあまたの。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。